ございます。はい、今ここは駒寄せパーキングエリアを出たところなんですけど、関越道、ただいま時間8時44分。今日はですね、家をね、6時半ぐらいに出たんですよ。で、関越道をひた走ってまして、で、これで次の渋川伊香保で降りて、島川ダム、島ブルーを見に島川ダムへ行こうと思ってます。で、ちょっと、動画の方でそんな話をしたらですね、群馬の、ゴロピカライダーさんがちょうど自分も今日行こうと思ってたっていうことで、あ、じゃあ一緒にちょっと行きますかっていうことでね、今この渋川降りたところの、道の駅、おのこかで、待ち合わせしてます。またちょっと後で合流したら、一緒に、動画回していきたいと思います。はい、渋川のインター降りて、で、道の駅をのこ行くんですけど、これ17号まっすぐかなと思ってたんですけどね、これ新しい道なんですけど、あの Google 先生じゃないや、今日はあれ Yahoo カーナビ使ってるんですけどね、こっち行けって言ってますね。あー、いや高速ね、寒かった。いや今日はあれだったな、イージスの360だったな、めっちゃ寒いっすよこれ。これだと下にねフリース着てたんですけど、寒くて途中サービスエリアであのあれを着たんですよ、ウルトラライトダウンを下にね。いやーそれでも寒いわ、高速。もうグリップヒーターもずっとつけてたし、いやー寒かった。降りたら少し、あ、それでもねあったかくはないっすね。いやーびっくりだな、こんな寒いとは思わなかったな。はい、お、ここすげえな、桜綺麗だわ。おー、やっぱりこっちの方はねまだ咲いとりますな。はい、はいはい、おのこ、道の駅おのこ着きました。ここ、これなんだね。あー、ここだ。おはようございます。いやー、ゴロピカライダーさんと合流しまして、これからじゃあ島ブルーを見にダムの方まで行きたいと思います。じゃあ行きまーす。よいしょ、あったかくなってきた、日が出てきたし、よかった。めっちゃ寒かったんですよ。ただこのね上まで上がると多分また寒くなるんだと思うんで、とりあえずこのまま来たまんまかな、段はね。あー天気もなんか雲もね晴れてきたし、いいっすね、いい感じで見れるんじゃないでしょうか。ちょっと期待しちゃうな。はい、ここのね河川敷んとこも桜がね、あ、ほらすごいですね。うわー、こっちは桜がまだまだ見頃っすね。群馬はいいっすね、特にこの道、この辺はもう最高だな。
そろそろ近づいてきたのかな、まだかな、もうちょいかな。あ、よかったね、雲もだいぶ晴れた。朝はね結構雲が多かったんですよ。どうかなと思ったんだけど、この分だと綺麗に見れるんでしょうか。ちょっとね初めてなんで期待しちゃいますけどね。トンネル入ると途端に見えなくなるの。シールドが透明でもこれだけ一瞬見えなくなるんだから、もうスモークなんかとかミラーなんかつけてたら絶対ダメだな俺も。本当にトンネル入ると見えなくなるな。これねミラー映ってますかね、後ろから来てるゴロピカさんのこの CB1100、やっぱかっこいいんだよね。なんかね貫禄があるよね。真っ暗だよ。ほんと見えねえなあ。トンネルが入ったとか真っ暗なんですけど、目の前がやばいね年取ると。そろそろじゃない、あこれもダムついたんじゃないですか。危ねえ。よいしょ。ちょっと大型車両通行でもいいんだね。ああ見える。ほう。初めてですか。初めて。すごいっすね。俺も初めて見て、すごいっすね。いや、綺麗だわ。うわ。何これ。音声案内を続けます。何なのこの。
すごいね。こんな青いの。すげえな。いや、これは青いわ。ですね、見てください。このあのね、色がやっぱりね、時間が経つにつれてね、綺麗な青が消えちゃうらしいですよ。今もう結構消えてんですよ、来た時に比べてね。だからやっぱり朝の早い時間じゃないと綺麗な島ブルーが見えないみたいですね。はい、そんな感じです。もうなんか普通の色だもんね。というわけで、はい、これから帰りたいと思います。いや、良かったです。でも いいのが見れました、今日は。はい、ここ桜綺麗です。はい、それだけ。あ、ここも結構桜が、あ、ね、綺麗ですね。まあ満開は過ぎちゃったんだな、もうな。というわけでですね、島川ダム、島ブルー見てきました。来てた方でね、ちょっと話聞いたんですけど、やっぱりね、朝早い時間じゃないと綺麗なブルーは見れないらしいですね。だから着いた時は本当に綺麗だったんですけど、まあ1時間ぐらい、1時間ちょっといたのかな。帰る時にはね、だいぶ色が普通のなんて言うんだろうな、普通の青っていうのかな、いわゆる島ブルーではなくなってきたような感じがしましたね。だから朝早い時間じゃないとやっぱりあの色は出ないんでしょうね。はい、そんなところでもう今12時13分、もうすっ飛んで帰って店の準備しなきゃいけないんですけども、あとね、これ今日これ見てください。ナビ見えるかな。ヤフーカーナビで今日やってみたんですけど、いいですね、 Google 先生よりも。ほらカーナビみたいでしょ。なんか高速でもね、こうやって出てくるし、地図としてこうなんて言うんでしょうね、マップとしてこうどこ行こうっつってこう見るときは Google マップの方が見やすいんですけど、地図自体はナビとして、カーナビとして使うにはね、やっぱりスーさんとかが言ってるようにヤフーカーナビの方がなんか使いやすい気がします。これからちょっとヤフーカーナビで行ってみよう。まあどっちしてもね、私のなぜか知らないけど、Google 先生 BCOM に音声入んないんで、相変わらず入んないんで、もう Google 先生はダメなんですけどね、ナビとしては。なわけで、はい、今日はもう島ブルーを堪能してきました。ボロピカライダーさんと一緒に、まあ一人でね行くよりもね、まあなんかやっぱり2台とかで行った方が楽しいですね。はい、そんなわけで、今日のところはこれにて終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、バイバーイ。